とねえねえ言ってたよね。したよしたよ、2回目に言ったらしい。そうだよね、生き生きしてたもん。さっきこれがすごいなと思って、これなんか恥ずかしいっていうか、じゃあなんか見てるこっちがなんかこの男やったらねえ、わかりますよね、恥ずかしになりますよ、ほら違う違う、なんかあの人なんか同じ匂いがする。恥ずかしなんねん、なんか別にパンツつけてるわけじゃない、分かってるやん、違う、それそういうの。でもそういうチアの価値のやつとかもね、まさ最後のコースとかも決めてたじゃん、ピラミッドみたいなやつ、すごい。